晩秋から初春にかけて亀岡盆地を包み込む丹波霧。亀岡を象徴する幻想的な風景です。この霧を象徴として捉え、亀岡の芸術家らが取り組むアート活動が亀岡霧の芸術祭です。この亀岡霧の芸術祭の拠点として3年前にオープンしたのが、亀岡市千歳町にある霧カフェ。亀岡霧の芸術祭実行委員会で企画運営を監修する松井俊夫さん。この日は実行委員会のメンバーとイベントの打ち合わせです。市役所で市長とお会いして、市長がその時にあの芸術祭をやりたいと、オリンピックが当時は2020年開催予定だったんですけど、それに合わせて亀岡でもまあ芸術祭を行いたいと。亀岡の魅力を引き出せるような取り組みにしたいと考えた松井さんは、2017年に京都芸術大学の学生と古民家を改修、完成させたのがこの霧カフェです。カフェとギャラリーが併設していて、地元の人も集う情報発信の拠点となっています。亀岡霧の芸術祭は2018年にスタート。画家や陶芸家などのアーティストだけでなく、生命を輝かせる技術を持つ人を芸術家と捉え、年間を通じてさまざまなプロジェクトを発信。これまで芸術家によるトークイベントにワークショップ、マルシェなど、市民と一体となった取り組みが行われてきました。亀岡市では2020年に内閣府から SDGs 未来都市および亀岡霧の芸術祭の取り組みが自治体 SDGs モデル事業の一つに選定されました。そして今年4月には市役所の地下食堂を活用し、開かれたアトリエがオープンしました。アトリエには作品展示、図書コーナー、くつろぎスペース、誰でも利用できるカフェ、コワーキングなど多種多様な使い方が可能で、誰もが集えるイノベーションハブとなっています。そんな開かれたアトリエで、先月亀岡市内の物、人、食の循環をコンセプトにボンボンマルシェが開かれました。夏休みの期間とあって、会場には多くの家族連れが訪れ、廃材で作ったおもちゃを的にした射的などゲームを楽しんでいる様子でした。昔はここ水が流れていたんですけど、そうが今使われなくなっていて、ここの場所でもこういう遊びができるんだなっていう遊びの提案を、一緒にこの風景を作りたいなと思ってやっています。またマルシェのコーナーでは、地元の農家が栽培した無農薬野菜の販売や、漆作品、廃材を使った商品販売も行われました。ここにあるのは亀岡の河原で拾った石に漆を塗って作ったアクセサリーです。漆のいいところは修理が効くということなんですね。だから傷んでも直せば使えますから、大事に長く使ってもらえる。だから亀岡が今推し進めているもう物を大切にするっていう方と、もう本当にマッチする考え方だなと思います。小さな亀岡の世界をイメージして作ってます。ピンク色のは亀岡の石、桜石をイメージしてます。で、保津川ですね、水の世界、そして亀岡霧の町ですので、霧をイメージしたのが一つの瓶に入ってます。また亀岡で人気の菓子店も出店し、初めて開催されたマルシェは成功に終わりました。これがきっかけで物事を捨てるとか、このものは本当にゴミか、その後にまた何かに使えるかっていうことを考えるきっかけになるようになっていただきたいなと思います。3年前、経済、社会、環境の3つの側面の取り組みから始まった亀岡霧の芸術祭。芸術祭を通して行政と市民が
亀岡のまちづくりにどう向き合っていくのか、今後のまちづくりのあり方を考える取り組みとして注目です。市民の皆さんにもぜひともご参加いただき、共にですね、霧の芸術祭盛り上げていこうではありませんか。そして亀岡がより魅力的な街になるように、ぜひとも皆さんの力を貸してほしいと思います。